はいどうも皆さんこんにちは、ムーポンです。集まれ動物の森、火曜日なんですよ。今日やっていきましょうか。ちょっと一日お休みしちゃったんですけど、本日のお知らせです。今日三蔵にみぞるさんという方が新しくした、あれこれあれなんですね。なんか引っ越した日はプレイしなかった場合はなんかもう勝手に引っ越し終わってて、なんかもう家片付いてる状態なのかなと思ったんですけど、そんなことはないんですね。なんか一応なんかちゃんと遊んでる日にしか引っ越してこないのか。ようこそみぞるさん、住民一同新しい仲間を歓迎いたします。では今日も皆さんが楽しく暮らせるよう、ありがとう、精一杯お手伝いさせていただきますね。と早速ね、そうちっちゃくて可愛いねみぞれさんがね、みぞれちゃんがね引っ越してきたんで、ちょっと挨拶に行きたいんですけど。あ、ジンペイも散歩してるね。どうしたの。やっほー、ムーポンくん、声をかけてくれてありがとうな。世間話でも今日は何をして遊ぼうかな、やりたいことがいっぱいあるからなかなか決められなくってな。まあまだね、午後始まったばっかりなんで、まあ何でもできますよと。そんな感じで、まあ今日を楽しみにしているようなんですけど、なんか来てるね。あーで、ブレンダが虫取りしてるどうしたの。あら、ムーポンさん、ふん、おしゃべりしよう。やりたいこととやらなきゃいけないこと、どっちも丁寧にこなしていかなきゃね、ふん。はあ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 、まあなんかこれからの時間の使い方が大事だよと、そういう感じですか。でポストになんか来てるけど、あ、そう、ウリちゃんからね、そう、株のあのおまけとしてタケノコが来ましたよと。ありがとう、好きにしてくんろ、食べてもよし、植えるもよし。でゆめこさんから、そうそう、ムーさん、家のお掃除をしていたらこんなものが出てきたんです。新品同様に綺麗だったのであなたに送っちゃいます。お風呂ですけど受け取ってくれたらすごく嬉しいです。遠慮しないでくださいね、ゆめこ。何くれたの、ありがとう。ちょっと見ていきましょうか。あ、手持ちがギリギリいっぱい。まず、タケノコ開ける。で、これなんだ？チラッ？キャンドル。キャンドルね。持ってるけど、まあ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 。可愛い家具だから、そのうち使う時が来るかな。で、ちょっとね、手持ちが、パンジーとかね、なんかその辺の魚とかね、でいっぱいなんで、ちょっと、整理だけちょっと先にやっちゃいましょうか。でバネッサは道の真ん中でアイス食ってるねはあ、落ち着く、一回座っちゃうとダメね、根が張ったみたいに動けなくなっちゃうだわよ。まあね、特にみんな通ってないからゆっくりしていくといいよ。で、わあ、クリス、アネッサが走ってるなんか猫じゃらし持ってる子ね。あ、ハムジもいるね。おめえ今までにさ、ちょっと返事に困ったようなこと言われたことってあるか。俺しょっちゅうあるんだよな。そんな時に笑ってごまかせる苦笑いってリアクションがあるんだ、ニヤリ。ほれこうやってな、ヒヒヒヒヒヒな。とりあえず笑ってりゃなんとかなるってもんさ、気が向いたら使ってみてくれよか。なあのドヤ顔見たかったけど、ちょっと角度的に見れなかったんでやむなしといったとこなんですけど、拍手くれんねや、苦笑いを覚えたクッケッケッケって笑ってるねで、そう、猫じゃらしが気になるんだよね。あーす、ムノスケ元気してる。だってさ、世間話でも虫取り見回り、何をしようかね出た、まあやりたいことからやってっか。だってさ、それがいいよ。でハムジは次の帰りと。じゃあちょっとね、シャンク来てるんだけど、手持ちがいっぱいなんで、ちょっとたぬき商店で売っちゃいましょうか。で、株のチェックもね、していかないと、ちょっと今週破産する可能性も全然あるんでね。さあ、で、なんか回転寿司、じゃあ回るなんか、中華の台かな、売ってるのと、ムーポンさんいらっしゃいませ。とりあえず手持ち買い取ってもらいましょうか。はい。虫、パンジー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 と。で、ブルーギル、ミノカサゴ、で、高いチョウチョウ、アジ、ヒラメ。こんなものかな。よし、売っちゃう。いろいろお持ちくださったんですね。はい、売っちゃう。まあまあ、行きましたね。まあまあ、行ったか。ちょっと待って、あんま見てなかった。今日の株価は？あんま行ってないね。5000ベルぐらいか。で、一株安いね。まあ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 。で、なんか今、巻貝的なあれが、これはエビス貝やからあれか。
あれですね、なんか拾った貝殻系なんで、まあまあまあ特に海の幸ではないのでこのまま持っておきましょうか。うん。でまあ何かございましたらまた声をかけてくださいと。教託売ってるね。教託でも持ってるよな。持ってたっけ。なんか講義室の机持ってるんですけど、教託あったっけ。ちょっとわかんないや。とりあえずなんか回転、ちょっと待って、中華のテーブルかなこれ。ちら中華テーブル。まあそもそも手持ちでは買えないんですけど、中華テーブルと教託あるかどうかチェックしましょうか。まずスペシャル商品で、あ、民謡は持ってますね。でビーチのベッド、こんなん売ってたっけ。なんか持ってないんだけど普通に買っとこう。ちょっとなんか今まで見落としてたのかわかんないけど、季節なのかそれとも何なのかみたいなところあるんで、ちょっと買ってしまって、で教託か。あ、ちなみにこれあれなんですかね、なんかコメントでいただいてたんですけど、あつ森って書いてるんですかね実は。なんかそう言われると、集まれと森に見えなくもないような気がするんで、うん、きっとあれはあつ森ですね。で、キュートの次、教託。教託ありますね。でカラーウッディ、ウッディっぽいよな、多分ウッディやと思うんで、なんでまあ普通に買ったんだろうなっていうところで、まあ特にいらないかな。で中華のテーブルが立ちつてとなんで、もうちょい先ですね、この辺。あ、ないね。いるかな、わかんないや。まあいるかどうか、まあ欲しかったら後で買おうかな。うん、よし、こんなものにして、じゃあせっかくなんでちょっとみぞれちゃんのお家遊びに行きましょうか。どんなお家なんだろうね。さあ、カンコロンと出て、まあまだ家具は飾ってないはずなんで、まだねちょっとその特有の色味は出てない、出し切れてないでしょうけど、シャンクこんにちは、いらっしゃい、ゆっくり見てってくれよ。ピエロの靴、コンプレッションタイツ、なんだこれ、わかんないね。まあいいかな。なんかシャンクのお店ちょっとパッとしないんだよな。だからちょっとなんかいつ破産するかみたいなね。経営破綻しそうなんですけど、ハムジそこは多分釣れないと思うな。まあ釣れると信じてるならそれはそれでいいと思うけど、丸坊主で帰りたくはねえな。だったら海とかで釣った方がいいよ。まあちょっとね、説得するのはちょっとなかなかにね、このゲームの使用上難しいので、ちょっとそっとしておきましょうか。でそっとしておいて、確かキザの誉れが住んでたお家のところに、あー建て替わってるね。なんか、あ、似たような雰囲気のお家やなと思ったら、これあれか、同じタイプの家なのかな。なんかそんな気しますね。てか屋根が一緒だからなのかな。まあちょっとお邪魔しましょうか。コンコン、カラコロン。さあ、ほうみぞれちゃんやから、あれか、なんかこういう雪の結晶みたいな。かき氷かな、かき氷を彷彿とさせる壁紙に、でちょっと毛糸のなんかあったかそうなカーペット敷いてると、そういう感じですか。ムーポンちゃんてへへ、お言葉に甘えて早速引っ越してきちゃったよ。すごく素敵な島だね。あたいのアイドル修行にぴったりの環境だわ。これからご近所さんとしてよろしくね。よし、さっさと片付け終わらせて、いつものボイトレしなきゃ。いしし、はははは。いやー、アイドルにね目指して熱心にトレーニングといいですね。思ったより片付かない。最初からこだわりすぎるとダメ。いや、最初が肝心だよね。いしし、あー、多分これアップルも同じこと言ってたような気するね。あれ、新しい部屋に飾ろうと思ってたワンピーどこやったっけ。げ、間違えて古着と一緒に売っちゃったかも。あー、ショック。わ、なに、乙女のつぶやき聞いてたの。もう照れるじゃん。今頭になるみぞれワールドを再現するのに大忙しなんだ。いしし、はははは。まあどんな感じに飾っていろうかなという。楽しみがね今心を躍らせていると、そういうわけですか。
ですごい僕のことせっせと吐きますね。早く密造島の住民にご挨拶に行きたいけど、まずは片付けしちゃわないとね。もしうちに遊びに来るって流れになったら大変だもん。第一印象大事、イシシ。はあ、ははあ、は、これなんか初めて見たような気がする。いやー、で相変わらず掃除はされちゃうよと。あの机にこれを組み合わせれば最高に可愛いじゃん。やっぱあたいってセンス良すぎ。わ、なに？乙女のつぶやき聞いてたの？モテれるじゃん。今頭になるミゾルワールドを再現するのに大忙しなんだと。ふんふんふん。ああ。もう一通り聞きましたね。ああ。まあ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 。なんかこんな感じでね。ちょっと、どんな家具を置くのかは、今のところね、まださっぱりわかんないんですけど、ちょっとね、部屋が完成するのを楽しみに待ちましょうか。さてじゃあま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 あこんな感じでねちょっと一通り話も聞けたんでまあこれ以上はねあのお邪魔になっちゃうかなっていうところもあるんでちょっとまあこの辺にしてさよならしましょうか。ありがとうねー。てるいん。はあ。いやーちっちゃくて可愛い住民増えてよかった。これでもあれですかね、なんかあのなんかさらにちっちゃいランクがあるじゃないですか。ちっちゃい中にもなんかハムジサイズとアネッササイズとなんかちょっとねなんか別でまあアネッサとかジンペイのサイズやったりハムジのサイズやったりとあるんでハムジサイズで10人揃っちゃうってなる場合はちょっとねなんか今後もしかしたらどうなっちゃうかなみたいなねところはあるんですけど、まあまあまあそんなね都合よくなんかね片っ端からねなんかちっちゃい人ばっかり来てくれるとも限らないんでまあねここはなんかいい感じにちょっと集まってくれたよといったところでなんかまあいい落としどころなんじゃ落としどころってなんだ。まあなんかこれからのね彼らとの生活がちょっとね楽しみになるなといったところなんですけど、熊野大ちゃんが、家具から出てきたのとガーデンライトが来ましたよと。あで高い蝶々ちょっと待って久しぶりにちょっと捕まえるか。高い蝶々最近取ってなかったからね。ちょっと待って逃げる。セミさん逃げる。ここ。よし、オッケー。先読みでキャッチと。ミロタテハを捕まえた。ビビッドカラーが目に眩しい。なんかちょっとね、今。ちょっとなんか、眩しいをなんか変な感じで言おうとしたら、なんかちょっと感じて眩しいってなっちゃったんですけど。じゃあね、なんか、ちょっと、あそこのスズラン引っ越したいなと思うんですけど、どうしようかな。ちょっと悩ましいよね。なんか、2個同時に増えちゃったってなったら、それはそれでちょっとなんか、やりようはありそうっていう感じなんで、とりあえずちょっと回収していくか。失礼します。抜いちゃう。OK。で、せっせってして、で、なんか、ちょっとクワガタがいるので、気になるので捕まえていきましょうか。さあ、そろりそろりと歩いて、ここ、OK。ミヤマクワガタを捕まえた。クー、冠がご立派です。よし。で、しっかりといただいて、スコップに持ち帰る。で、またこっちのスズランも抜いちゃって、さあ、どうしようかなと、いったとこなんですけど、どこに持っていこうかな。お、あ、そっちにもクワガタいるね。ちょっと待って。なんかこの辺から登って捕まえよう。はしご。いける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 ね。よし。で、網に持ち帰って、ゆっくり歩く。ゆっくり歩く。ゆっくり歩く。よし、オッケー。ちょっと距離感怪しかった。ノコギリクワガタを捕まえた。顎の曲がり具合がたまりません。ああ、違う種類のクワガタやった。じゃあね、どうしようかな。そこはまずいい場所だったんだよな。だからなんか同じようにいい感じの場所にちょっと、飾ってあげたいなと言ったところなんですけど、どうしようかな。なんか、悩ましいね。この辺とか。なんかね、ちょっと、ワンポイントで飾りたいなみたいな、そういう節はあるんですよね。だから、どうしようかな。なんか、候補さっきの、広場の、なんか手前の空間に、置いときたいなみたいなところもあったんですけど、なんかジジイが逃げる。で、ここピョンって飛び越える。
あ、ちょっと待って、高い蝶々いるね。高い蝶々というか高い側か。あー、ちょっと低いところにいるから、ちょっとあれはそっとしておいてやりましょうか。見逃してやるぜ。よし。で、うん、海の上を飛んでいるが、まずこっちは化石掘りましょうか。うん、化石があるなら掘りなさいという神の教えに従って、さあ、あれ葉っぱの虫やな。ちょっと待って、よし、捕まえた。いらないけどね。この葉虫を捕まえた。忍法この葉隠れ、うん、捕まえて、どうしようかな。なんかハムジのお家の横とかにも飾ってもいいような気がするんですよね。ちょっと一旦暫定で、ちょっと自宅の横のなんか花壇に植えちゃうっていうのもありな気はするんですよね。で、なんか飛んでった。クワガタかな、わかんないや。ちょっと今気づかないうちに飛んでいっちゃったんですけど、で、化石がいっぱいあるね、今日。今日ちょっとたくさんあるんですけど、掘っていきましょうか。ね、掘りなさいという神の教えに従って、こっちも従っていく。よし。オッケー、化石を掘り出した。うん。で、まあできればなんかね、行動範囲の中でちょっと植えていきたいなといったところがあるんですけど、ここの道全然使わないね。まあ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 。なんかあそこはちょっとね、なんか浮いてた空間をなんとかしましたみたいな、なんかそんな感じもあるので、まあ使わなかったら使わなかったで、まあそんな時もあるよといった感じなんですけど、こっちの裏に植えても見えないし、しょうがないもんね。だから、ちょっと自宅横でも数が多すぎるから、ちょっとまた今度にしたいんだよな。やったらさっきの高台のところかな。候補的にはなんか他になんかいい感じのポイントないかな。あ、ここいいんじゃない、ここね、ハムジ。よう、元気か。かおしゃべりしよう。ちょっと一息つきたくなった時はタイヤの遊具を使わせてもらうのさ。じじくせえって思うかもしれねえが、なりふり構ってられねえ時ってのがあるんだよ。かあ、まあ、本当に歩き疲れちゃうとね、ちょっとどうしようもなくなっちゃうんで、まあ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 、気をつけてねみたいな、無理しないようにねといったところなんですけど、じゃあ島クリエイターにとりあえず持ち替えましょうか。で、準備ができましたと。で、土に変えて、まあ植えていきましょうよと言ったところなんで、持ち帰る。で、黒土の道に変えて、あー、ハムジに話しかけてしまった。ちょっと待って、そうじゃないんだ。よし、ここペッタンする。で、ここの上に、ちょっと待ってよ。スズランの株、地面に植えましょうか。いいんじゃない、ワンポイントで。ね。で、こっちも同じように置いていくか。ね。この辺。この辺かな。まあ、なんかでも左右、ちょっと、まあ、せっかくなんで対称にしてみたいかな。こんな感じでね、ちょっと、博物館に来るお客さんをね、迎え入れる感じで置いときましょうか。よし。パチ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 。よし、じゃあちょっとね、せっかく、博物館の前に来たんで、化石鑑定ガチャしていきます。結構なんか今手持ちが化石で埋まっちゃってたんで、まだ未鑑定のものが引けたらいいんだけど、さあ、未鑑定というか、まだ未発見のね、ものが引けたらいいんだけど、ね、化石の鑑定。5、6個あるよね。8つ、決定。ある？外れか。まあそういう時もありますよと。って感じがしますね。じゃあちょっと手持ちだけ整理して、化石もこの際やから売っちゃいましょうかね。
さあ、まあタイとかはね、ちょっと完全にジャスティンが来た時に売っちゃう予定で置いてたんだけど、まあ完全にね忘れてたんで、このまま寄ってしまって、いらっしゃいませーと、うん、さあ買い取って、よし、で、タイ、クワガタ、うん、こんなもんかな。で、とりあえず売っちゃう。やっぱね、高級魚がね、混ざってるんで、まあいいお値段で売れますよと。で、今なんか小物類の家具そういえばさっき見なかったなって思ったけど、まあそれもボトルシップやったんで、まあ完全にね、かぶりが発生してたんで、まあ特にいりませんよといったとこなんですけど、さあ、ね、こっち来て、で、あれですね、なんか、ブレンダーに関してはプレゼントした服はちょっとね、今日は着てくれてないみたいなんですけど、かなり厚着なんですが、さあお家帰ってくる。で、ちょっと一旦手持ちね、預けてしまってからの方が、チェックしやすいんで、かぶりね。なんで一旦ちょっと預けちゃいましょうか。あー、で、なんか葉っぱのコノハムシとかもちょっと売るの忘れた。なんか普通に家具か何かと思って間違えて売らずに残しちゃったんですけど、で、キャンドル預ける。タイヤ預ける。で、ダイちゃん、ホラがいい。で、サンゴ、サンドダラ。で、夏の貝殻。うん。まあまあまあ、この辺はね、こんな感じで置いて。さあ、じゃあ、かぶりの化石見ていきましょうか。なんかもうボックス内でもかぶってたらさすがにね、ちょっといらないな、みたいな感じがあるんで、売っていきましょう。アーケロンの頭。で、足跡の化石。アノマロカリスだっけ。ダンキロサウルスの尻尾もかぶってますね。で、イグアノドンの頭めっちゃある。この辺取り出して、尻尾もあるね。で、オフタルモサウルス。うん。で、ケツアルコアトルスの頭を引き出して、右翼。で、左翼はこんな感じ。あとは、なんか被ってそうなの。まあ、明らかに被ってそうなの。この辺とか被ってますね。引き出して、この辺も被ってるね。うん。で、これか。被ってる。いや、結構被ってんな。うん。っていうか、まあ、なんか全部売ってもいいような気はするけどね。なんか、どうせ博物館スペースみたいなの作らないんだろうって感じはするんでね。うん。なんで、あまりにもボックスが圧迫されるようやったら、ちょっと売っていきたいなといったところなんですけど。めっちゃあるな。まあ、そっか。もう最近、鑑定すればするほどこの辺がね、ガンガン増えていくんで。あ、もうポケットがいっぱいになってしまった。じゃあちょっとこのまま、また売っちゃいましょうか。これどんぐらいで売れんねやろ。なんか結構いきそうですよね。さあ、なんか1個2000ベルやったとしても、なんかもう20個ぐらい、もっと引き出したかな。なんか、すごい金額になりそうなんですけど。さあ、また狸商店やってきて、しっかりと売っていきましょうか。さあ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 、いらっしゃいませーと。うん。買い取って。あー、めっちゃある。で、このハムシもいらないから一緒に売っとこう。よし、この辺。まあ、すごい行きますね。11万ベル。うん。よし、2桁いったんで、中華のテーブル買えるようになっちゃったな。買っとく？とりあえず持っときましょうか。まあ、いるかいらないかで言うと、ちょっといらないような気がするけど、まあ一応ね、なんか後から欲しくなったら嫌なんで、うん。まあ非売品はね、もう買えるときに買っときましょう。非売品というか、ランダムなものはね、買えるときに買ってしまって、じゃあちょっとね、うん、今日もね、サクッとね、ホタテをね、捕まえに行きたいところではあるんですけど、また安定の、ちょっと、西海岸、こっちでちょっと取りに行きましょうか。
いや、多分すぐ見つかると思うんですけどね。うん、こっちで撮るとね、ちょっといい感じにあるので。あー、謎の虫が飛んでいった。で、ここドボンして、さあ。お、ぷくぷく見えますね。あっち寄っていくか。結構等間隔でちっちゃい。これなんだ、真珠かなんかかな。さあ、潜って、キャッチする。ウニでした。うん。うまいものにはトゲがある。まあ、さすがに一発目でハマチちゃうわ。ホタテは引けなかったといったとこなんですけど、うん、小魚がいるので、ちょっともうザバザバ泳いで散らしてしまう。で、あ、ぷくぷく見えてきましたね。これもちっちゃいですね。さあ、キャッチ。あ、チンアナゴ。はははは。穴の中からこんにちはと。よし。キャッチして。うん。見当たらない。意外といない。っていうか今日いないね。なんかそもそも海の幸が少ないんだけど、なんかそういう日もあるのかな。よし、潜る。で、キャッチする。あ、富士壺か。うん。まあ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 。この辺はね、いただいて。お、また近くにあったぞ。これは運がいい。いや、なんか近くに見えただけで割と遠かった。よし、潜って、ちょっと大きい魚影かな、これ。魚影というか。わ、ホタテや、やった。あ、でもラコスケ来ない。貝柱がでかい。なんでだ。なんかちょいちょい来ない日あるよね。なんか引きが悪かったのかなという感じなんですけど。うん。なんかもう最近2回に1回ぐらいラコスケ来ないまであるんですけど。潜って、これちっちゃいね。なんだろうね。富士壺。うん。富士壺を取ったよ、と。はあ、はあははあ、で、またこっちに泡が見えるので、近づいて、潜る。これもちっちゃいかな。なんだろうね。キャッチ。あ、チンアナゴ。うん。今日ちょっとチンアナゴ多いですね。で、結構北の方まで泳いでしまったんで、どうしようかな。とりあえずそれは取りましょうか。いや、ホタテは割とすぐ出たんですけどね。何なんだろうね。バグなのかな。そういうランダムなのかな。人手を取ったよーと。うん。じゃあちょっと手前戻っていく。とりあえずちょっとね、一往復する感じで。お、ポコポコ見えるね。ちょい小さい。ホタテではなさそう。あ、ムール貝を取ったよ。パエリア。ありがとう。うん。で、結構泳いできたが、あ、あるね。ちっちゃそう。あー、ムール貝。うん、ちょっとムール貝タイム入っちゃいましたね。まあなんか、高いんで、まあ悪くはないんだけどね。さあ、で、こっち潜って、キャッチする影が見えなかったが、ヒトデさんか。うん、うん、うん。これはハズレっぽいね。まあまあまあ。で、ザバザバ泳いで、灯台が遠くに見えるが、まあそこはね、気にせずに進んで、で、潜って、今度は何だい？ああ、富士壺。今日富士壺多いね。なんかそういう日。お。そろそろ、なんか、
ちょっと距離的にあと2つ3つぐらいかなみたいな距離になってきてしまったが、いやそんなことないか、まだ6割7割ぐらい、まだ 30% も残ってるからね、きっといいものが、いいものがというか再びホタテを見つけてラコスケが来てくれるはず。さあキャッチする。あ、ウミウシを取ったよ。久しぶりに見た。結構レアなのかな。ないね。お、ある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 。結構泡の感覚が細かいね。さあ、で、影も大きいので、ホタテかな？お、ホタテ引いた！やったぜ！ホタテを取ったよ！貝柱がでかい。あれ？ラコスケ来ない。嘘やん。なんでなんでなんで、なんか2回連続で来ないのはまさかみたいな感じがしたんですけど、さあホタテは順調に取ってるんですけどね。まあ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 、あ、今日はちょっと出ない日だったかまあそればっかりはね、ちょっと原因はよくわかんない、よくわかんないが、まあ完全にランダムなのかな、ちょっとその辺はよくわからないんですけど、あいつなんだ、あいつ結局何なんだろうね。ちゃう、あいつはカナブンか。よし、キャッチ。うん、カナブンを捕まえたと。うん、ホタテは取りましたが、ちょっとね、残念ながら、ね、ラコスケは来てくれなかったんですけど、ポッピンポッピンが来たので回収だけする。うん、ということでね、ちょっと、みぞれが引っ越してきてくれましたが、まあね、どんな部屋に仕上がるかはね、ちょっと、今後のお楽しみということでね、また次回も動画でお会いできればなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。